フィリップルネガブリエル・アリオは、フランス出身の元海一ドライバー。クラハム・ヒルや、クリス・エーモンに憧れて、レースを始め、1978年に、フランスフォーミュラルノーのチャンピオンになり、F3、海にを経て、1984年に、ラムから29歳で、海一デビューを果たした。同年には、アイルトン・セナ、ステファン・ベロフ、マーティン・ブランドルらも海一デビューを果たしている。 ラムからの参戦となった、初年度は13戦決勝に進出するが、ハートターボ、シャジーの信頼性不足の影響で2回予選落ちを、喫し、完走は、わずかの3回にとどまった。予選成績では、チームメイトのジョナサン・パーマーに対し5勝9敗、マイク・サックウェルに0勝1敗と負け越した。1985年も、同チームに残留したが、エンジン、 シャジーの信頼性は相変わらずで、新たなチームメイトとなったマンフレッド・ビンケルホックと、共に開幕戦のみ完走に終わり、第14戦終了後に、チームは、スポンサーとの契約を解除され、残り2戦欠場する羽目になった。予選では、ビンケルホックに3勝6敗、ケネス・アッチソンに対し1勝1敗の成績だった。1986年は、 国際会三戦に参戦していたが、イギリス GP のスタート直後の事故で両足を複雑骨折し、引退を余儀なくされた、ジャック・ラフィットの公認として、リジェより第10戦から最終戦まで参戦し、第15戦ポルトガル GP で自身初となる6位入賞を果たした。1987年には新規チームラルースに移籍し、ドイツ GP、スペイン GP、メキシコ GP で6位。 入賞し、3ポイントを挙げた。1988年もラルースから参戦するが、ノーポイントに終わり、1989年も同チームから参戦し、この年から搭載されたランボルギーニエンジンの熟成が進み、予選で速さを見せるが、入賞はスペイン GP での6位のみに終わり、この年をもってラルースから離脱した。リチェ時代のアリオを1990年に、 リジェからフル参戦するも、結局無得点に終わり、シーズン終了後にシートを喪失し、一度会一から姿を消した。1991年から2年間、スポーツカー世界選手権にて、プジョーから参戦し、2年連続ランキング3位を記録し、1992年1993年に、同チームからパートナーであるマウロバルディ、ジャンピエール・ジャブイーユと共に、 ルマン24時間レースに参戦し、2年連続総合3位に入賞を果たした。1993年は、約3年ぶりに、会一に、復帰、古巣のラルースから参戦。サンマリの GP では5位入賞を果たし、自己最高の記録を挙げたが、シーズン最後の2戦で、鈴木敏夫にシートを譲った。1994年には、マクラーレン、ラルースから、 それぞれ1レースずつ、スポット参戦し、会一のキャリアに終止符を打った。その後は、ルマン24時間レース、パリダカルラリー、フランス GET 選手権に参戦した。フォーミュラワンリジクス、ザ・ホワット・ミラーズ、アワードに、フィリペ・アリートの項目。ありがとうございます。